分10秒でこの80分繰り上げ一斉スタートになります。この5チームが一斉にスタートしていきました。第93回箱根駅伝21チーム全てのたすきがこの芦ノ湖をスタートして、そして大手町に向けて走り始めています。スタート地点から 400m ほどを走りますと、まずは山下りの場所ですが、上りが始まります。かつて5年連続この山下りを走りました東洋大学 OB 市川選手が起用される。その力の差は実はこの最初の上り、そしてラスト3キロ、その下りの傾斜が緩やかになったところだと話しています。さあ6区の走りが始まっています。この帝京大学はシードを狙っています。帝京大学は7区岩佐1年生にエントリー変更がされています。かつて5年連続この山下りを走りました東洋大学 OB 市川孝則さんによりますと、このロックは下りの適性のある選手が起用される。その力の差はまもなく10秒でこの80分繰り上げ一斉スタートになります。この5チームが一斉にスタートしていきました。第93回箱根駅伝21チーム全てのたすきがこの芦ノ湖をスタートして、そして大手町に向けて走り始めています。スタート地点から 400m ほどを走りますと、まずは山下りのロープですが、上りが始まります。実はこの最初の上り、そしてラスト3キロ、その下りの傾斜が緩やかになったところだと話しています。さあ、6区の走りが始まっています。